ですね。ありがとうね、無料アイテム。助かります。えー。アブリアン・アララモードさん、ありがとうございます。ドンチキすいません。準備早いね。そうなんですよ。彼女気合い入れて作ったのかなうーん。まあでも早いね。うん。早い本当に早い。文句はないんですけどね。ありがたいですけど、気持ちとして。 いやー早いね。ええー。え、何歳になるの明日で、ね。29歳です。はい。まあ、肉ということですね。肉になります。ミンチ肉に。俺ね、配信歴、あの、よくか数えたら、 19歳から配信やってるんだよ。だから9年ぐらいやってんだよね。9年、10年。実は。だから本当にみんなありがとうね。うーん。っていう話を明日したかったんだよ。こう、ハッピーバースデーっていうのをつけてるから、今日そういう話しちゃうよね、普通に。シンプルにね。ええー。明日それをしたかったんですけど、ちょっと早いですね、これ。 でもまあ作ってもらったんでありがとうございますろうそくありがとうございます <laughs> はいじゃあやりますか今日も元気よく、えー、おはようございますふわっちええー、ケーキファンタスティック 一日早いけど、お誕生日も明日お互い楽しもうねってことで。ありがとう、N ちゃん。嬉しいわ。N ちゃんも明日誕生日だよね、確か。同じじゃなかったっけ ?N ちゃん。あれ ?N ちゃん、誕生日だよね、明日。お互い楽しもうね。うん。同じ日だって覚えてるんだよ。君が、君が、君が。今日のアラブ赤穂ダイハツ。 今夜君がトップワン。君が今がやってけない。ウルトラドンチキナイス !500 個のロうソクやばすぎる君が君が君が今日のアラブ席よったやつ。今夜君がエ !N ちゃんウルトラドンチキンハイパーウルトラドンチキキキン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 。ありがとうございます。 ちなみにですね、うん、あのー、この前、マゼさんが来てくれたんですよ。マゼさんの、えー、元カノかなえー、その元カノも、5月23日誕生日と。えー、あのー、車で出られたって言ってたね。うーん。なので、まあ、5月23日結構誕生日多いんですよ。はい。ちなみに5月23日は何の日かっていうと、ゲームボーイアドバンスがね、発売された日です。 あの、今日は何の日か調べたら、ゲームボーイアドバンスが発売された日らしいよ。ってことですね。だから、今日それを明日言いたかったんだよ。ねえ。早いんだよ、これ。えハッピーバースデーって。今日誕生日みたいになっちゃってね、これ。ってことですね。じゃあやりますか、今日も。はい。まあ、でも、ありがとうね、佐藤さん。 あ、怒ってる。ありがとうね。今ね、コメント監視してるんで、コメントで、叩かれてるか、なんか気になるコメントがあって、今、しかめっ面で携帯直視してる。ありがとうね。あ、まあ、首振ってるわ。で、行きます。はい。おはようございます ふわっちニュースキャスターのおもわりですこの放送枠は、昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、それを、えー、あ、なんだ、もうちょいわからなくなってきた。ちょっと、チカチカして、えー。おはようございますふわっちニュースキャスターのおもわりですこの放送枠は、 昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、知っていこうという枠です。昨日何があったのかな昨日何が起きたのそれらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連動する方がいます。 古い、古いという伝統をメめはやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメントつく方がいます。それはありがたいです。間違った情報に正しい情報。間違っていたら指摘してください。これは、みんなで作っていく放送枠なので。でやっていきます。ふわっち。うん。大炎上。 ニュースです。よろしくお願いします。佐藤さちん、ありがとうね。ハッピーバースデーのこのや、やこれね。もう本当に怒ってるわ。お前らのせいで。うん。怒らせないで。ってことですね。いや、ありがとうって言って、うん、いいよ。でもごめんね。みたいな。 ね、その返しぐらいあるのかなと思ったらもう振るしかと首振るだけ、ね、えそんなもんねはっきり言うけどねコメント見なきゃいいんだよであと俺のこの言葉がちょっと聞いちゃったのかな、ええ、ごめんねだからそれはもう別れるかもう、ええ、もうマンネリ化ですね 山田が呼ばれてないって言ってた誕生日がね、呼んで、ね、来るもんなんのっていう政治の名言があるんですよ。ええー。よ、呼んで来るとかそんなあるんですかそういうことじゃないんです。祝いたい人が来ればいいんじゃないのじゃあやりますか。それ怒るよ。あんな頑張ってつけていたんだから いや、それは昨日ね、風船膨らませて配信でさ、貼り付けてたのはいいんだけど、ね。なんか俺、すぐ帰ってきたんだよね。そしたらもうなんか風船膨らませても誕生日に用意してたんだよ。であんま感動もなかったし、しかも誕生日明日だし、早すぎじゃねっていう。うーん。で、これを今日配信でこう見せるわけでしょじゃあ明日の特別感どうなるのっていう。そんな風に、いろいろね、 考えるわけですよ。ええ。まあ、彼女がね、俺の喜ぶ顔が見たくてやったと思うんだけれど。ええ。っていうことをぐちぐち言ってると、まあ、彼女の機嫌が悪くなるので、まあ、あんま言わんとくいます。ええ。じゃあ、いきますか。フワッチ社会的ニュースです。<laughs> ひどいこと言うなよ。こっちのがひどいよはっきり言うけど。 俺もう正直ねこの「ハッピーバースデ」ーっていうこの貼り付けねえー、明日にしてほしかったよねえ全然違うもんこれこっちのほがアンチだろはっきり言うけど言い方ひどいうんじゃあいきますふわっち社会的 ニュースです。もうちょっと、だからコメント欄も荒れるし、もう本当最悪やわ、誕生日なのに、明日。ねえ、もう最悪の誕生日を迎えそうやわ。佐藤沙ちゃん、なんか喋ってよ。ねえ。 なんて？誕生日当日ってお祝いできないから。あしてくれたの？それを言ってくれないと分かんないよ。明日祝えないって。ありがとうね。さとさちゃん。だって。家も祝も毎日行っとるじゃん。う <laughs> ん？何？ 言ってるから帰ってこないいい言わないって帰ってきてたよね一回その時言えるじゃん何をお前その正当化してるの間違ったことて言ってる間違ってるね明日誕生日なのように不快にさせてるから俺をね誕生日者にね不快にさせるの完全な間違いだね 誕生日の日は俺が主役なんだよ。ね、私が間違ってるなんて言われて、ねそれ誕生日者が言うことだよね。諸ろしてるんですかしてません。はい、でも、里とさんありがとうね。<laughs> まあ、俺言ったって、ね、無視なんでね、攻め切ってる関係ですよ。 炎上ニュースもね、今からやろうって気合い入れてるのにさ、この佐藤茶ちゃんのなんか虫も聞いちゃうし、俺。こんな男好きになるわけじゃないあー枠が荒れてるわ荒れてごめんね。もう最悪の誕生日やで、これ前日の。終わりや おあれ最低だってあレモンサワーありがとうありがとうなんすレモンゼリーありがとうなんすでもごめんねありがとうねうん私もごめんねじゃあそういうこと仲直りでいいですか、うん、えもしもし聞こえてる 仲直りうん。てことで気を取り直してね、炎上ニュースやっていきます。すいません、ちょっと。あの、前、前置きトークしちゃって。はい。じゃあ、やりますか。ふわっち仲直りにキスはしません。ふわっちね。社会的ニュースです。 じゃあ、まず一つ目のニュースから。え、なんとですね、今日は何の日かと、皆さん、今日は何の日だと思いますか ?5 月22日。はい。明日、俺の誕生日なんですが、そのじゃ誕生日前日、何の日だと思いますかえ、ぴったり賞いますかねえ、今日は、 てつさんの骨を折った日です1年経ちましたまあ、皆さんも知っている通り誕生日前日に折ってしまった日なんですよ、はい、なのでてつさん本当にご,ご迷惑おかけしていますあのー、ね、あのー、まて、あ、つさんねあのー、本当に優しい方で 俺の話も聞いてくれて、アンチの言葉にも左右されずに、あの真摯にね、言葉を聞いてくれ,されてありがとうございますあの。東京で会いましょうっていうね、連絡来ていたので、東京で、えー、あの6月の前,前半ぐらいに行くので、その時にに、えー、お会いできるならちょっとしましょう。お願いします。まあ、あとで LINE とかするんで、まあ、ちょっとそこら辺の折り合いをつけてやりたいと思うんで、よろしくお願いします。はい つ、まあ、さんというのは、まあちょっとあの僕が骨を折ってしまった被害者の方です。はい、僕はあの人生初めて下の骨を折ったんですよ。それがつさんというね、っさんのリスナーさんというか、いや、本当は申し訳ないって気持ちです、本当おはようございます暗くなっちゃったねすいません、えー、ってことですね。何言ってんだということで。 で、次の、えー、日。実は、まあ、鉄さんの一年の日でもあるんですが、実は、えー、東京スカイツリーが、えー、今日ね、誕生した日です。皆さん知っていましたかぴったり賞いませんでしたね。えー、まさかの、えー、今日は、えー、東京スカイツリーが開業した12周年ということで、はーい。 今日ね、東京スカイツリーが開業した日です。クソどうでもいいということで。だから上げて下げたんだよ。ね、これがね、落ちね。緩急の、ね、笑いです。笑えるだろはじめはシリアスを置いといて、その後にスカイツリーかよという笑いを入れるんだよ。ね、どんよりした空気よりね、笑いを入れるんだこれ。面白いだろ まあそういうこと、東京スカイツリー <laughs>、え、開業の日ということですね。じゃあ次のニュースいきます。え,ーえ、次が、うわー皆さん、彼氏、彼女、いや、旦那、嫁さんいると思うんですけれど、あ、いないやつはちょっとお察しで。なんとですね、ね、まあ、 一生ね、あの、付き合っていくとか、まあ、一生、一緒に結婚していくとか、結婚してるとか言いますけれど、こんな凶悪事件があったそうです。はい。それがこれですね。これはもうちょっと怖いね。パートナー、あなたのパートナーは大丈夫ですかこんなね、凶悪が、凶悪な事件があったそうです。 女子大学、えー、女子大、えー、女子大生殺害。死因は出血死。はい。傷は上半身を中心に約50箇所。女子大生は事件が発覚した18日の2日前である16日に死亡したと見られていることも判明。警察は男が16日以前に女子大生を殺害し、ホテルで潜伏を続けて、続けていたと見て、経緯を調べていま まあ、このだけの内容を見るとよくわからないと思うんで、えー、噛み砕いて説明すると、彼氏さんが、ね、女子大生、まあ、要するに彼女さんの上半身をね、50箇所ナイフで突き刺したということです。なので、警察は、えー、悪意がある、まあ、殺意がね、えー、あった、えー、殺人事件としてね、捜査しているということですね。では、一応相手は無職です。はい、あれ 佐藤沙ちゃんの彼氏も無職。ねえー。大丈夫か、佐藤沙ちゃんこれ俺が気をつけるの男が悪いよ。いや、もう50箇所刺すってやばすぎだし、無職だし。彼女がすごく不憫で仕方ないよね。おお、多分、働きもしないでって言って、ブチギレて逆ギレして刺したたちだろうね、これ。もう死刑りでいいと思います。 あまりにもひどすぎるわ。そう思いません、ね、リスナーさん。さすがにえぐいと思いませんかね、以上。警察によりますと、死亡解剖の結果、渡辺さんの死因は首を刺されたことによる失血死だったことがわかっていると。傷が50箇所があり、 腹部の刺し傷が肝臓を足していた、えー、ことなどから、えー、西光、えー、容疑者に強い殺意があったと見られています。ということです。えー、どうするのこんな刺してさ、どんだけね、えー、強い殺意があったのこれ。どんな恨みがあったのね、くす、しかも彼女さんだし、やばすぎでしょ。 だからあなたのパートナーは大丈夫ですかええー。信頼してると思ってたら、もしかすると刺されるかもしれないんでね。気をつけてください。えー、え、映画がうざいですああ。今年亡くなる人確かに、なんかその、色恋系で亡くなる人多いよね。うん。あの、しかも女の人が殺される率が高いよね。 パパ活やったね、男性が、パパ活の女性のキャバ嬢からなんかガ,ガールズバーの子を刺し殺したやつあったじゃん。今回は、無職の男が刺し殺したでしょ。で、もっとね、あの、探せばもっと出てくると思うんだけど、その刺す、刺して殺すが多いです。えー、大丈夫かなこれ。あの、皆さんも気をつけてくださいね、本当に。50箇所は相当だ。だから、これもし もう死んでるはずなの10箇所ぐらいでね。10回刺した後に。その後でも刺すんでしょ相当強い殺意があったよね。もう、10回刺したらもう絶対、じ、じ、ね。あの、実名してるじゃん。もう死んでるじゃん。もう息もしてなくて。ね。それでも刺すんでしょやばすぎでしょか。女性側が別れたいって言ったら刺されたらしいよ。 その動機があって、いや、それだけで50箇所も刺すかね相当なんか浮気とかそういう不倫、浮気とかされなきゃ無理じゃないまあそういうことでね、まあさ、あの殺人事件があったということです。で、次のニュースいきます、ええ。次が、え、この前ね、あの、紹介したんですけど、 朝熟のパン、えーまあ、要するに、朝、えーまあ、熟のパンですね、はい。そのパンの中にクマネズミの、まあ、なんか一部が入っていたという事件があったと思うんですけど、これがどうやらクマネズミの子供もが、えー、入っていたことが判明しました。はい、なので、朝、まあ、熟パンね、こ、えー、の部分で謝罪をしたということらしいです。はい 朝食ね、あの、コンビニで売ってるパンだよね、確か。うーん。まあ、一般的に、大衆的にね、買われてるパンだと思うんですけれど、その中にね、ネズミの死骸が入っていて、前、話題になりました。これですかね。食パンですね。食パン、朝食の異物混入。異物はクマネズミの子供と判明。調査で4月、 えー、4月末の時点の定期,、えー、定期点検ではなかった新たな、えー、巣穴が工場外部で確認されました。工場外部にできた巣穴を拠点に侵入し、えー、焼き製前の生地に混入したものと推,測推定されていますということです。はい、なので4月末に えー、食べてる超熟パンもしかすると、クマネズミ入ってるかもしれません。えー、皆さん、まあ、一応ね、気をつけてください。ゴキブリもいるアイテムありがとうチャチヒロさんありがとうね。無料アイテムナイス。ここだけビーズリーさんありがとうビーズリーさんうわパスコやっとんな。コオロギ来ることきながあるわんな、トッピーね。ありがとうございます。どっちビーズリーさん。ありがとうございます。 超軸好きだけども、食べるのやめましたまあでも今は大丈夫でしょ。ただ、これでね、まああの、評判落ちたと思うけれど。俺はあんま気にしないね、ネズミが入っていようが。タンパク、タンパク昔ペヤングにゴキブリ入っててさ、炎上した件あったじゃん。あれも食えるでしょ、俺。ふわっちくんダービー栄養ドリンクナイスあいここありがとうございます。嬉しい。 親分ナイス、ありがとねうね、ん。ありがとうございます。まあ、大丈夫です、俺は。はい、じゃ次のニュースいきます。いや、正直、工場ってでかいじゃん。そんなもん一時さ、把握してられないでしょ。うん、無理だよ。その、絶対さ、その、なんか、異物混入してるっていうのをさ、あのー、見落とさないなんて。絶対見落とすから。もう仕方なくない もう寝ズにパン入ってたらもうしゃあないで食うしかないよ、お前。で、それで見つけたら、その会社に訴えてね、金もらえばいいんだよ。えぇ。えー食品衛生法知らないのそんなこと言ってたらさ、ね、日本がね、ダメになるよ。わかるこうやってね、日本人が日本の製品をさ、ダメ出しするのよくないよ。ね。 もっとさ、日本の製品はすごいんだぞ、安全なんだぞって、大々的に言わないとこれ、こんな悪い部分だけ言ったら海外の人はどう思うか。ねえ。俺はね、日本はね、あの、海外で評価ね、もっとされたいんだよ、俺は。じゃあ次のニュースいきます。えー、え、次がラ、ラストニュースですね。社会的ニュース。皆さん、あなたのお家あなたの えー、まあなんて言いますか、まあ、そベランダで干している洗濯物大丈夫ですか大量発生しているそう気をつけてくださいなんとですね25府県、ね、がカメムシ注意報ということで大量発生果物の被害に懸念と。 リンゴやナス、桃など幅広い異物に被害をもたらすカキカメムシ類が今年は大量発生し注意報を発令した自治体が21日時点で天年を大きく上回ったということです、えー、ちなみに3日前ぐらいカメムシこの家に入ってきましたで掃除機で吸って外に逃がしたんだけど、はあ ま、皆さん、カメムシが大量発生してるってことで、ベランダで干してるね、洗濯物とかに、めちゃめちゃ張り付いてる可能性あるんでね、気をつけてください。25府県のどこの県かって言われると、ちょっとわかんないっす。はい。多分山梨とかじゃないの。桃だから、リンゴだし、ね、梨とか。だからそこら辺ですよ。田舎の方なんじゃない大阪は大丈夫なんかなうーん。 あ、ワ田オハウスにも100匹ぐらいいたんだ。じゃあ、田舎の方がすごいんだね。はい。あ、うちの家にもカメムシたくさんいたのあ、大量発生だね、それ。気持ち悪いね。ええー。兵庫県やばいです。うん、みんなやばいんだ。カメムシはさ、臭いからね。うん、まあ、あの、1匹だけでも強烈な匂いを発するわけだからね。ほんと、たまんないよな。 気持ちわかります。去年も大量発生してたよ。ああ、そっか。まあ、皆さん、カメムシね、気をつけてください。あなたの家にカメムシ入っているかもしれません。はい。あ、ネオさんありがとう誕生日じゃないです、今日。はい。あの、皆さん良ければ、まあ、今からね、本タイトル、本筋入るんですけど、無料アイテムよろしくお願いします。 いいですかリスナーさん。こっから本筋入るんですけど。無料アイテムいいですかナコアキなくなったの嘘だろマジかよ。ありがとう。じゃあ行きます。本筋、ええ。ふわっち、大炎上、ニュースです。 よろしくお願いします !81 歳なんだ結構長生きしてたんだねえー、俺好きだったんだよ中明ねだから寂しいわあのねダンディーな声がさ聞けなくなるのはねおい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 じゃなかったっけえー、おい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  なんとかだねえ。って。こう、こんなんか、こう、言ってなかったうん、あれが好きなんで、おい。ねえ。なんとかだねえ。つって。滑ってるよ。何が滑ってるのパルちゃん嘘でしょ何ごめーん、里嘘なんだけど。誕生日何 誕生日会で鉄の,の席どうしようかどういうことですかこの人ちなな、えー。ちょっとよくわかんないな。ええ、ちょっとよくわかんないコメント書かないでください。じゃあ行きます。本筋、ふわっち大炎上ニュースです。<laughs> じゃあまず一つ目のニュースから。これはびっくりしました。昨日深夜枠なんですけど、とある配信者がストーカー被害です。 あのー、今日ねあの社会的ニュースで紹介しましたけど女性が50箇所ね刺されてしまうという凶悪事件があったと紹介したんですけどその二の前になりかけたとはいその相手がこの方です夜の深夜枠ですねええー、一応ええー 小前くんです。昨日ね、小前くんが、まあ、ストーカー被害受けているということを前から言ってて、で、インターホンの女の人のね、録画とかね、流していたんですけど、昨日直接対決がね、あの、あったそうです。はい。それがこの方ですね。ええー。えっ、ー、と、写真撮ったはずなんで出します。これか。 ストーカー、えー、ガチストーカー来たというタイトルでツイキャスで閲覧ィエ5000人超えだったかな、はいえー、この方が小前くんの家のインターホンをして、まあ、ストーカーしていたとで愛子さんというに言われているんですけど愛子さんじゃございません愛子にの、まあ、女の子です一応カップ ね、こんな感じですね。アップさせますね。ちょっと暗いんで。よく見ると、あの、愛子さんじゃございません。はい、まあ、ちょっとおばちゃんっぽいんですけど。で、俺、はっきり言っていいですか抱けるか抱けないかっていうと、俺の視点で言うと抱けます。えー。あの、相当パンパンにさせたらね、抱けますね、俺は。 ええー、マジかよ。はい。ふけたブーちゃんいや、うまいね。いや,いいや、もう、ムラムラしてね。パンパンでね。で、風俗でそういう女の子が来たら、抱けるね。そういう話ですよ。で、この方、どうやらね、小前くんの子供を妊娠したそうです。はい。ええー、妊娠しちゃったと、ね。あの、昨日ね、まあ、言ってました。 いうのは嘘でまあその嘘というか言ってたんですけど、まあ、彼女の虚言だということが判明しました、はい、小前くん自身会ったこともないし、ね、関わったこともない女性らしくて、はい、だから創造妊娠ですねえー、で、えー、まあ駒井くんにめちゃめちゃ発意キャスの何、まあ、て言うんだろう部分で晒されてもうボロクそに言われていたと。 えー、んこくちくちさせて、そして俺の放送を見ながら妊娠したってちょっといい迷惑なんですけど、っていうふうに言ってましたね。俺の放送を見ながらおなりしながらやりながらねっていう。えー、やって、言ってたよね、それね、えー。でね、これもガチストーカーだから、まあ、小前くんはちょっと怖いって言ってたけど、まあ、正直小前くんは怖がってないよ。うーん。えー、俺にもストーカーで来たってね、すごくね、自信、なんて言うんだろう。 なんか自己満足に浸ってたね顔がええうれしそうだったよ怖いってでもいいなねえストーカーねできる配信者はうやましいよ俺もストーカー欲しいよ一人ぐらいえー、勝手なこと言うな勝手なこと言ってません喜んでたあれは喜んでた顔だよ、はい、でその後どうなったかっていうとごめ 俺が見たのは、えー、この女の子がずっと黙ってたんで小前くんに言われっぱなしでそのまま、なんか離れてったんだよね。黙って。だから家が近いのかな歩いてきてたんだよ。で、なんかもう、わーわー言われてて、その後に、急に、こう、まあ、これ前ね、こう小前くんとこう対面してる時に、この女の人が振り返って、こう、急に黙って、こう、帰ったんだよ。で、小前くんが、ね、こう、映してて、逆ストーカーしてた。 そこまで見た。その後がちょっとわかんないです。で後でなんか怖い怖いっつって途中でやめたのかなあれ。ええー。結局行ったのかなええー。タクシー何 ?1 万かけて来てたあ、女性、タクシー1万かけて来てたのちょ、ちょ、遠いとこにから来てたってことその気合入ってんね、それ。 えー、中、東京中野区タクシー乗せて返した。あー、そうなんだ。優しいね、小前くんね。口悪いけど、あの子、優しい子なんですよ。え、ね、実は。中野区、うーん。いつ入籍されるのわかりません、僕は。はい。まあ、あということで、まあ、小前くんストーカー被害です。はい。ま、あでもこれを、ね、あの、 木に事件としてさ刺されるっていうことなんて全然あるから駒井くんほんと気をつけてねうんパチンコ打ってる時に刺されたりとか全然あると思うから気をつけてくださいこれは無理ってことですね、まあ、妊娠もしちゃうというかでも羨ましいなみんなもさちょっと正直ストーカー欲しいなって思わないうん ストーカーさん欲しいなって思うでしょ俺も欲しいもんストーカー。いや、女の子は嫌だと思うよ。男性は欲しいでしょ女性のストーカー。どうなのだって、そこまで俺のこと好きなんだって見れるわけじゃん。ちょっと嬉しいよねあ。好きでこんな俺についてきてくれてるんだと思うと。いや、女の子は怖いと思うけど。俺、ストーカーされた場もうなんか好きになっちゃうぐらいあるよ。 何何、えーえー、ス,スプタンパンチューさんありがとう無料アイテムナイスストーカーの2割は放火するそれはユリアですねあなんかユリアが金ンさんに手紙送ってたね、えー、その内容ちょっと見てなかったけどまたなんか面会来てください的なことは言ってたらしいけどねうん、まあ、ユリアは今獄中なんでね、はいまあ、どうにもすることもないですね じゃ、次のニュースいきます。えー、次が、えー、聖司さんも、ま、ストーカーというより配信者の方に襲撃されると。はい。まあ、襲撃というより、家の近くまで来て殺害予告をされたということですね。え、一応、とめさんっていう方です。えー、昨日、政治の家の近くに、え、近くまで来て、なんかね、安置していたということで、昨日話題を呼びました。それがこの方ですね。 えっと、これか。まあ、トメの配信っていうことで。政治の枠をミラー配信してましたね。ストーカー流行ってるのええー。ストーカーが流行っているかどうかわからないけど、まあ、こういったアンチの、ね、こういう手法のアンチが増えたのは確かです。ええー。あれは来てないよ、家からだよってこと。あ、そうなのだから、めちゃめちゃ聖児の家の近くにいるみたいなね、放送っぽかったけど。 あれ結局家だったんだ。ええー。まあでもセリさん全然怖がってなかったけどね。はい。トメまあでもさ、トメさん、アンチするなら配信で言った方がいいよ。襲撃したってさ、ピンポンも押せないんだったら、正直行く意味ないからね。うーん。なんだろう、まあそこまでビビりかよってなるからね。ニコ生のアンチはすごかったよ、ちなみに。 エントランスはってね、あの、玄関の前、ドアまでぶっ壊そうとするね、アンチもいたわけだからね、佐野さんっていう配信者に対して。ええー、ねえ。だ最近のアンチは、生ぬるいね。うん。だから、もうね、アンチをするという放送するなら、振り切らないとね。まあ、物を壊せってことじゃないよ、もちろん。ええー。 ただ、やっぱり、ちょっと臆病者に見えちゃって、逆にアンチついちゃうからね。ええー。花屋とかね、相沢さんのね、その市役所行ったり、<laughs> ね、差し股でなんかお取り押さえられたりとか、ああいう気合い入れないとね、無理だよね。あれはストーカーじゃなくて、うなの家だから、うなちゃんまんに家にね、鶴の恩返しっていうね、あの、部分で来たわけでしょ。 アイスピックベース、ピッケルサノね。えー、あ、じゃあ、ピッケルサノブエス、バールね。バールツルノシン。まあ、それは、詳細は YouTube で見てください。まあ、そういうことでね、セイジさんね、まあ、ストーカー被害に遭うっていうか、まあ、えー、ちょっと一人のアンチに粘着されているということです。まあ、こんなこと言ってると、俺までね、アンチの基本的にされ,されるかもしれないので、これ以上、ちょっと触れることはちょっと抑えておきます。危ないので。 ええー。止めが来るぞ、止めが来るぞってことで。ちょっと気をつけます、これは。こういうこと言ってたら政治の味方かっつってね、あのー、俺のことを衝撃するかもしれないから気をつけます。えー、お口ミッフィーで。じゃあ次のニュースいきます。ええー。次が、あ次はリスナーさんのお便りですね。あの実はリスナーさんからのお便りコーナーも作りました。えー、二つあります。二件。ありがとうございます。まず一つ目がこれです。 あのー、リスナーの配信者かな。はい、こんなのが来ました。まあ、僕自身はあ見たこともないんですけれど、こういう配信者もいますよってことで。えー、お疲れ様です。香ばしい人を見つけましたと。えー、竹巻という配信者が波動調整とやらで治療する配信ですと。 でも、俺、ちょっと派手なだったんで、この DM が。で、なんだろう、う波動で病気なす系かなと思って、病気で治すのって聞いたらえ、そうです、ということらしいです。どうやら、波動で病気を治す、ね、後かな夫婦がカップルの配信者がいたということですね。おすすめす。まあちょっと、腰痛とかね、なんか肩こりがひどいなと思った方は、波動を受けてください。竹巻きっていう方ですね。 夫婦なのかカップルなのかちょっと謎なねあツーショットなんですけれどだから手で念を送ってオーラを送って直すらしいよえー、非常にね興味がある方は見てください和道系和道,和道さんは別にあのー、そういう系じゃないでしょ和道さんは、ね、インチキー、まあ、そこはちょっとね誹謗中傷になるんで僕はねあのお口ミッヒーにしときます まあ、スピリタスみたいな感じで、昔流行ってたね。ええー。まあ、和道系でいいと思います。はい。で、次のね、お便り。ええー。まあ、次は、まあ、アンチの方から来ました。はい。それがこれですね。いや、リスナーさんありがとう。助かるよ、こういう DM は。ネタにね、困ってたんで。はい。 えー、パルちゃん、昨日の松平の動括テスト。ご飯食べながらご飯粒つけてリスナーをものすごい動括してますと。今すぐ取り上げてほしいです。お願いします。って YouTube のリンクが貼ら,れ貼られてきました。えー、なんだろうと思って、まあ、開きました。そしたら、まあ、こんな感じのタイトルでやってましたね。はーい。 リスナーの、なんかこ、筋膜系に同活しまくる自称反射の小事ということで、松平健という <laughs> 名前もないというね。えー、もうただただね、あの、吉外のおっさんという紹介の YouTube のタイトルでコールされてるんですけど、えー、まあこういうふうにね、まあ、YouTube で同活している松平健の動画が上げられているということです。で、これを流そうかなと思ったけど、ちょっと YouTube だから大丈夫かなっていう部分はあって、 どうだろう流していい、流してもいいのかなこれ。ちょっと流すかねえ。まあ、ふわっちの配信だから、録画みたいなもんだから大丈夫か音声だけ流すかじゃあ。ええ。まあ、どんな同活してるのかちょっと聞きたいよね。目がペキってるいや、完全にペキってるでしょこれ。 写真日の松平節聞けるってことえー、リスナー何、何えー、の、えー、金。えー、金、えー、万、家。これで出るかな出てこないな。ちょっと待ってね。あ、名古屋ピンク1号で出てきた。これで、 あこれねいやふかしやないよ、うん、もういってほしいやお前やホントに金ンか。よそいけ今よそいけマジでお前金マンか今よそいけお前よそいけ あ、これじゃあ動画にするわあの別に YouTube だからでしょこ,れこういうのは大丈夫でしょ結構ねあのアクションが多いんだよするかよそいけましてお前金満か今 よそいけよそいけよそけ,よそけもう来んだよお前

いや、まあは、お前、明かすわ。こいつは。は昔の血が騒いでるね。んお,おい、ピンマンか。おい。お前、こいつ。は、まあ、やめてくれよいい加減お前。なあ。な何番だ結構あるな、これ。落ちっとるなよ、お前。赤梨の仕事、ぐずぐずばっかり言って。 るやめろや、マジで。ってことでね、まあちょっと5分ぐらいあるんで、まあちょっと押してるんでね、えー、これ全部見たいあと2分ぐらいあるけど、えー、見たい ?ASMR っすね。こくちゃくちゃ音は。ってことですね。いや、じゃあ相変わらずゲンさん面白いね。 あの、鈴木が見たい方は名古屋のね、ピンク1号さんって YouTube チャンネルで見れるんで見てください。うん。で、玄さん、相変わらず面白いな、ね、あなたね。こういうのを見せてほしいよね。最近なんか、意気消沈というかもう影もないからさ。うーん。これ、玄の深骨頂っていうのは怒った時に始まるからね。電話しろ 電話したー電話するかこれするほどでもないと思うんだけどまあ皆さんの要望が多いんでねちょっとかけてみますじゃあえー、あ源に出るかな源さんじゃあ説教するね なんでコメントで安チされたんですよしつこくねだからゲンさんはご飯が飛び散るほどブチ切れだってことなんでしょ佐藤さぞうさちゃんありがとうねこれ出ないですねこれ、うん、あでもねゲンさんをバカにしてる人たち多いと思うんでもう俺も含めてねでもゲンさんすごいのが昔 2億円稼いだことあるからね。ちなみに言うけど。で、大阪のデリ城とかデリヘルは全、あのほとんど禁止。出禁になってこれ、不可視じゃないんで、こガチって言ってた。プライベートで。だから、ゲンさん、だから結構すごい方なんだよ。ええー。まあ、その2億円は詐欺したって話らしいんだけどね。ええー。っていう話なんだけど、 本当なのかなと思ってさ、まあ、聞いてたけどね。あ、来たよありがとう来てくれて、小豚さん。ポンちゃんありがとうね。嬉しい。ありがとうございます。フォローしておきますねどうす。じゃあ次のニュースいきます。はい。配信者と詐欺師は神人へ。いい言葉ですね。え次が、ミズニャンがツイキャス A 版になったというね。まあ えー、報告が多数あるということで。まあ、A 版になったそうです。はい。かわいそうにー。おー、WPT、ありがとうございます。ドンチキ、特命イベントさん一個。ポンさん、ありがとうね。はい。あの、昨日の沼会の、まあ、電話通話の時でも、いじられていたそうなんですけど。はようさんのツイート。ミズゃんン、ツイキャス、無限ロック A 番、A 版ということで。 ま、これに関しては、A 版というのは確定ではないんですよ。A 版という話の部分で、まあ、延長としてなっているってことなんですけど、確定ではないんですよね。で、なんでかっていうと、まあ、あの、AV をね、流されたんですよ。これもね、アンチの方にね。最近なんかすごいよね、小町くんのストーカーのアンチ、聖人のね、ストーカーというか、とめさんのアンチとかいて、あとはね、小前くんのね、ストーカーもいてね、うん。 で、えー、こコミズニアンのね、ストーカーがわからんけど、アンチがリアルで行動を移してさ、それで、携帯を盗んで、で、その AV を流したの、無断で。うん、で、えー、その AV が流れた結果、まあバンになってしまったと。フワッチは復活できたんだけど、ツイキャスは現在復活できていないって状態、っていうことですね。はい。 で、ツイキャスが A 版になったという話らしいです。まあでも、どうなんだろうね。これ勝手に移されてやられて、それで A 版になったってことは、まあ、ツイキャス的にはミスにはいらないってことなんかな。うーん。だって、不可抗力だから解除されそうでもあるんだけどね。もう見捨てたってことでいいのかなこの運営側は。うーん。ええー。ふわっちは復活してるんだけどね。 ってことですね。解除、まあ、されると思うんだけど、まあ、とりあえず、現段階で A 番ですね、はい。無修正の、ね、女の人が電話当ててる、めちゃめちゃ盛り上がってるとこで、まあ番になったらしいからね。あーんって言ってた、普通に。うん。気持ちいいって、AV でやった、AV。じゃあ次のニュースいきます。えー。え、次がね、あ、アイザ沢さんですね。うん。 アイザーさんとしきちゃんと新やっちょうなどなどがコラボ機能したそうです。はーい。TikTok の方で。うーん。ツイキャスの方でもやっていたのかなこれは。どうなんだろう。まあ、コラボしたということで。まあね、結構癖がある人たちが集まってね、コラボ配信していたと。こんな、あ、ツイキャスかな。えー、マサヤ枠ですね。 えー、ゆっこさんとか、新八丁、愛沢さん、エンディーとかね、マサヤンとか、あとね、もういろいろ多数いるわけですけど、まあ、コラボして、まあ、大いにね、盛り上げていたということらしいです。はいだ。しきちゃんの時は、なんかね、あの、すごくね、あの、こびてたらしいんだけどね。うーん、しきちゃんも来てね。ただ、あの、新八丁くんが、すごくタチタチでかわいそうっていう,うに言われてた。 しかも、あとなんかね、これはちょっと俺は確かじゃないんだけど、コメント欄見たら、新夜ちょくん、ね、ティックトック、一週間版ってなったらしい。これ本当なのこれ。えー、ちょっとね、ツイッターの方見るわ。だイザのせいで、一週間版って聞いたよ。えー、それ本当なの ゆっ子のせい相沢さんじゃなくてうん。どこだサブアーカーの方に出るかなこれ。あゆっ子がンってことゆっ子はだって、そのンじゃないでしょ今。調べたけど、アカウントあるけどね。 えー、で、やっちょくんが一週間版って聞いたけど。でも一週間版っていうのに書いてないな。一週間版ではないのかな、これ。うん。いや、やっぱなんか一週間版っぽいね。なんか四季と相沢浩喜がキャットファイトやって版になったって書いてるわ。はい。ってことですね。 ってことで、まぁ、あ、ちょっと一週間半になったということです。で、さらにね、あのですね、相沢さん、なんか機長さんの携帯をぶっ壊したらしいですね。それによって、機きの機長さんの枠でも盛り上がっていた。なんか、一緒にネットの応じて機長さんと相沢でカラオケ配信してるときに、機長さんの携帯を取り上げて、なんか壁の方にガーンってぶつけたらしいです。あの、花屋が動画上げていたんで、はい、で、これに対して機長さんは、 日替えた時出すかどうかみたいな話をしてましたそしたら愛沢さんがやれるもんだらやってみーと自分あのやちょくんのえーま、さやんの枠で言っていたとえーっていうことですねえー、っとちょっと花屋の動画これか これか <laughs> あー、なるほどねこれちょっと割れちゃったのかなえーひどいね、小平沢さ 機長さんの携帯をね、カラオケの壁にぶつけるなんて、これ、人のものを何だと思ってんだ、これ。えー、なんで香川さん、香川さんが落ちた嘘だろーい香川さんが落ちたそんなわけないだろうが、香川さんが。生きてます。 このまっすぐな目。えー、見てください、これ。えー、彼がね、死ぬわけありません、これ。このつぶらな瞳、見えますか、これ。香川さんのこ。血がつくとモザイクになるんだ、香川さん。こう、離れるとね、綺麗なね、まっすぐな目なんだけど、モザイクがあっちゃうな、これ。ねえー。番じゃないです。安心してい。配信、落とされただけ 本人通報ワンチャンあるね。おあいさ、かかってこいよ、こっちだって通報してみろよ、お前やれるもんのやってみろおいあいさお前だって怖くねえぞ、俺、こっちは本人通報してこいよ、俺、はい、本当は、ちょっとね、こういうふうに言ってて、おやってこい、かかってこいって言って、自分で放送落とそうと思ったけど、 今、閲覧が載ってるんで、ええー、ちょっと落としたくなくてできませんでした。すいません。今、ちょっと閲覧が載ってたから、そういう、もう、その、あの、なんて言うんだろう。ストーリーを考えてたね、もう。っいうことですね。ええー。い,いパルちゃん、ありがとうございます。あー、愛ちゃん、ありがとうね。ありがとうございます。 ということで相沢さんね相変わらず、えー、暴れているということですねじゃあ次のニュースいきますはい、えー、次がねネットの王子がラムメロの家に出戻りしたそうですはい昨日ね王子がラムメロちゃんの家に戻って一緒にコラボ配信してましたで貴重さの家から、まあ、旅立ったと これかなメロタクということで、はいねあのー、久しぶりに2人の配信が見れたということですねやっちょ太ったな確かに、うん、またラムレムの帰ったんということで帰ったらしいねえー、誰それいやネットの王子だよお前 えー、ふわっちもツイキャストも。だからネットの字って、いつもゲーム配信やっててさ、やる気ない感じだけど、やっぱり沸かせ方を知ってるね。あの人は。どんな場面でも、どういう状況であっても、沸かすよね。やっぱ昔からやっているナスコだよね。完全に。歴が違うよ、歴が。本気出して、一日早いけど、ありがとう、ハピーワーステー。ええー、だからもう、 ネットの王子はやっぱり伝説配信者だと俺は思ってるね。憧れの配信者というか。香川さんに匹敵するほどのね。だから俺、そのネットの王子とね、麻雀やポーカーできてるっていうのはすごいなってちょっと今では、今、今実感してる。はい。あで、あとなんかね、これ本当かわからんけど、ラメメロちゃんとスネ夫が4月のね、24日にエッチしたっていう情報がね、あの昨日のツイッの自枠で言っていたそうです。 はい。ポストの方でもラメメロちゃんとの LINE のやり取りとかも公開してたれなんかね。これは本当かどうか定かじゃないんで、取り上げるかどうか悩み一応、シラちゃんっていう名前で今、すねよさんやってるんですけど。ええ。<laughs> まあ、こんななんか LINE を載せてましたね。あ、4月25日にやってるっていうね、発言があったそうです。はい。で、匂わせのツイートもしててね。まあ、これと、 これかなもう関わることはないし今燃えてるキャス配信者の暴露でも暇つぶしに鎮火してきた辺たりで投下するよと燃やがれとクラメジアとか勘弁してくれ俺には映ってませんようにというね似、まあ、合わせをしてます。 あのー、とりあえず、やったかやってないかは、定かではないんですけど、まあ、あラメメロちゃんに対しての部分に関しては何かしら、ま、あなんか秘密を持っているという感じですね。まあ、あスネオさんという方はね、いろんな女性配信者に爆投げしていて、結構、あの、その爆投げの部分で、えー、その流れで付き合う流れがあるわけですよ。はい。その流れでやっちゃったのかな枕かいや、わかんない枕かは。ええー。 政治が確認済みそうなのラムちゃん昨日やったって認めてたあそうなんだスネ夫さんモテるでスネオさんねうんねスペシャルエマちゃんとも付き合ってたでしょでラミモロちゃんともやったんでしょええー、俺スネ夫さんね正直さ顔ちょっとやんわりしか覚えてなくて普通にかっこよかったよね顔もイケてるし金も持ってるんだったらそれはモテるわな えー、60万で枕そんな安い女じゃないよな、ラーメンオナちゃん60万ごときで。ワンワンがどうしたのうん。あ、顔がワンワンってことそういうこと <laughs> スネオはマオさんにもお金、えー、返してたのあ、なんかよっさん言ってたらスネオさんのマオさんの件で。なんか詰めてたよね。それは、なんか、 話聞いてないから返してないんじゃない返した返してないはちょっと置いといてね。あ、チャイさん返してないって。うん。お金が持てるだけでもお金があるってことはすごいね。で、一応、スネ夫さんにね、乗った人たちいるらしくて、ユマルちゃんが乗ったのが70万ぐらい買ったって言ってたね、競馬。だから競馬は相当上手いらしい。イ人もね、スネ夫さんに乗ってよく買ってて、ね、貴重さんも。 1年に乗ったら勝ってて結構ねよくね予想しててあた当たるらしいですね、はいまあ、そんな感じですいやマユちゃんとやったか分からん <laughs> ってことですね、まあ、ラムウロちゃんと王子ね昨日ね一緒にコラボ配信があったということです、えー、次のニュースがはははいはい、はい本タイトルです皆さん 本タイトル来ましたよ、うん、佐藤さん今日仕事今日は本タイトルはい。とある配信者が事故。なんと、あの配信者が事故ったかもしれません。その人の名前はなんと。なんと イベントアイテムくださいいいですかすいませんお願いしますこれいいですかナイス !600 ナイスでちょっと発表しますよろしくお願いします <laughs> 皆さん無料アイテムくださいお願いしますすいませんありがとうございますあとリスナーさんね。 これありがとうございます。これは、佐藤沙ちゃんにってことでしょ佐藤沙ちゃんに、えー、マスクメロンが届きました。ありがとうございます。こんな高級メロンね、あの、僕の誕生日っていう感じのプレゼントだと思っていたんですよ。そしたら、ただただ佐藤沙さんリスナーさんでプレゼントということで、なんて優しいリスナーさんなんだ。しかも2つあるってことは、俺と佐藤沙ちゃんってことかな。ありがとうございます。このマスクメロン。 えー、これいくらぐらいすんだろうえ、えーえー、送電、ん送電一家って書いてる。送電一家さんのマスクメロンさんです。ありがとうございますー。絶対高いよね、こんなリボンもついて。これいくら2万ぐらいすんじゃない一玉5000円やばすぎる。5万円ほんとにこれ。 マジ絶対そうちょっと調べよううん送電一家で調べてみるかちょっといやらしくなっちゃうなこれえー で、えー、あ、これか、これが。で、出てきた、出てきた、マスクメロンで出てきた、送電一家で。これ、いくらだ、これ。うわー、これ1個5000円え八わ、8800円って書いてる。一、一玉。やばーえー、マジっすか。 送料無料で8,800円って。1万6,700。1万7,600円。いやいや、書いてる、これ。ありがとうございます。こんな高い相手。うーわー、大事に食べます、これ。ねえ、8,800円って書いてるよ。うーわー、これマジか。メロンなんとも1個、970円ぐらい売ってるよね、これ。 いや、これ、売れるのかなちょっと。シチャ、シチャ入るかなこれ。うーん。入らんかさすがに、シチャには。メロンいけますかって。これ、送電一家のシチなんですけど。ね、あの、いけますかって。えー、無理かさ、さ松平が電話来てる皆さん、無料アイテムくださいえー、あと600ナイスでね、本タイトルいくんで。いいですかリスナーさん。 イベント中なんで応援よろしくお願いします。もうちょっとお願いしますよー応援してくださいよーありがとうございますありがとうございます無料でいいです、全然。ええー、無料で全然。あの、無料でいいんでね。ありがとうございます。助かります。無料で1位取るよ、無料で。本当にゲンさんが電話来て3件も。 しらじらしくお電話はどうされましたかってきてるわカメラありがとういっれーあっお疲れさまです、うん、はいお疲れさまあのえっわましてかしらえっとあげんさんねうんあれ何の話しようとしたんだっけちょっとどうれれちゃってなんだっけなー、うん ああ、そそうだそうだだ。あのね、玄さんね、あのー、うん、あ、昨日なんか脅迫したの脅迫、うん、あまたそれあれだよね、あのね、捨てあかでね、ぱリパリさ、勤務、はい、あのー、金かっていうやつが、ね、もう反社の話をしてきたり、昔の話をしてきたり、やめてください、やめてくださいってずーっと言ってたんですよ、事件で説明する、ね、とね。はいはい でえ次やったらブロックだよ、ブロックだよって言って、うんえー、何べんもあの言っても同じようなことばっかりやってくるんですね。結局ブロックしたらあの大会でまたす,、えー、すぐあのアカウント作ってきて、金額、うん、だとああ、だこうだ、ああ、だこうだ。脅迫とはしてません。はい あの、昨日の動画が上がってるんですよ。あの、松田よりって名前じゃないけど、自称反射のね、ピンク小僧って書いてある。あ,あちょっとでも自分がダメなところがあったら気づいてあげる人ね。ああ、そうそう。5分ぐらいの動画でご飯粒を巻き散らかしながら、何やお前、ぶち殺すぞって言ってたよ。どんな殺すなんか言ってああ、言ってな、ね、い。ごめんなさい。でもなんか、すごい怒鳴ってました。あのあま、あすいません。それはちょっと言い過ぎました。ごめんなさい。うん、いや、そうマジでやめてくれるかはい、それはもう、すいません ええごめんなさい。場所やめてほしい。ああすいません。そこは影響力があるから、何千人、四千人、五千人って集まるわけだから。ええいや本当すいませんそこは申し訳ないです。もうはっきりはもやめていただきたいであはい本当よろしい。ている。いや本当すいませんうん。でね元さんねまあそういうことがあったって聞いたんで。いやあの一つ聞きたいんだけど、ああいうのってどうしたらやめさせれるんですか。あいやわかんないですね。 YouTube の切り抜きとかも、えー、あのじゃああ,のあ,あ配信やめるとか、まあ、そこら辺になりますね。はい、うん、うん、まあでも真剣な相談を受けるならば、うん、まあシンプルにブロックですね、ブロックせずに怒鳴り散らかしててもそいつはただねあ怒ってるって言って楽しむだけなんでブロック入れてそれ,それでやればいいじゃないですよねそこははいい まあブロックしましまたよ最終的にはねでも頭にピキピキきてしつこく書かれてたんでしょだったらそのとこの段階でブロックするべきだったよねうんそうかもしれないね、うん、だから簡単な話ですよねそ,、えー、そうやってあの何人かがそうやってやってるんでしょうん、うん、それであのピキったらその動画で切り抜いてあげるとか YouTube でえー、えーうん います,すいません皆さん、あの通報の方お願いします。そういうことやってるやつ。ゲンさんをってことじゃなくて、何がいや、金さんに通報ってことね。違う,違う、じゃあ YouTube で切り抜き上げてるやつとか。コマイ君ありがとうケーキうわ、うれ、ね、しい、おいしいはいはいはい。それはあかんやろ あすみません喋ってる中でわざとピキラッシュね通常枠がメインだからピキのやかを作ってきてピキラッシュに来てああー校だ学こでありがとうパリパリさんそれは拡散してほしいマジであけそうだねパリパリさんだからまあ源さんにねこうやって被害被ってるんでまあこういうふうにね誹謗中傷してる方いたら通報してくださいお願いしますさんよろしくお願いします それはだよねじゃ真面目にに本当パパルさんいい加減にいい加減じゃなくてニュアンスがもう悪いかもしれないんだけどええ、聞いてます、聞いてます。真面目な話なんていそうですね。まあいろいろ大変だと思いますけど、頑張ってくださいよ。はい。えゲンさん、このアンチに負けずに俺はゲンさんのピキってる姿も好きなんで、本当は。いや、キってるっつってもさ、ピキ。 いやだからそれが面白いんですよ。面白がるっていうのが。まあ仕方ないですよ。でも今それピキってる部分とピキってなくても一緒なんで、うん、ピキってる方がまだマシかなって俺は思います。いやー、えー、そうですね。まあ俺もね、人、うん、のこと言えないんでね。はい。なんでありがとうね、ゲンさん。またよろしくお願いします。いや、バイバイ、飛んでるでしょ。プラシアプラスでしょ。え、ゲンさんは何クラスなの プラチナ、落ちちゃうのじゃあ、頑張るわ。うんじゃあ、ゲイさん、今後、俺にマン取ってこないでね、プラチナ。マンがってないでね、それが、普通に会話をしてるのにさ、ピョンネスをしたいわけじゃん俺。俺も普通に今、会話したつもりなんだけど。だから、そういうね、ちょっとあの、やめなよ、そういう、その、なんか、変な妄想入るの。いや、妄想入る、そんな今、プラチナプとかプラチナとかね。ええ。

じゃあ、ゲンさんまたよろしくお願いします。無限の彼方へ。はーい。さあ行くぞ。笑って。こらえて。やれんの。勝っ<手>て。ああ、いらい。そうですね。今日噛み合わなかったね、ゲンさんとの会話が。あ、こまえくんありがとうね。これ誕生日ケーキ。今日誕生日じゃないんだよ、まえくん。えー、誕生日に見えるでしょ。誕生日じゃないんです。明日なんです。 だから明日またもらわなきゃいけない子まいくんかな。ええー。詐欺みたいになっちゃってるね、これ。えー、ねえ。紛らわしいんだよ、豚。だって、もうハッピーバースデーってのこのサトウサちゃんだもん、これ。サトウサちゃんのせいだよ、これ。俺じゃないこれ。カロ佐サトウサちゃんのせいだよ、これ、サトウサちゃんのせい。でも、サトウサちゃんありがとね。うん。嬉しいよ。 どうぞありがとう。うん、全然負けらしくないよ。あ,ありがとう、B ブ,ブ,ブルーティーさん。パレちゃん、何前夜祭でその通りです。えー、このね、漢字の部分が星で隠れちゃったんだよ。えー、前夜祭ね。投票権15枚来てたしきこもりちゃんからね、ありがとうございます、本当に。 ってことで、あとね、600ナイスまで、あと114人。いいですか誕生日前夜祭、押してくださいよ。もう本体で理科指しても、あとイベントもよろしくお願いします。いけますかちょっと応援。いけません ?1 ヶ月ぶりのイベントなんだけど、無理かなこれ。いけますいけますかこれ。 押したよええー、あ、早く本タイトル言わせてよ、これあ痛言いたい。うん。言いたいな、本タイトル。ええー、言わせてください押したよ、ありがとうございます。カメラナイス、ありがとう。ええー。あ、今日は11時半から配信やるんで、よかったら来てくださいね。 えー、パルパル、誕生日、よね、夜、また腰、ツアーがあるんでね。よければ見に来てください。おめでとう、誕生日イブ、ありがとうございます。えー、えつら 200? そんなわけないだろ、お前俺の誕生日200は。イベントの時だっけそんなことないです。 あと34人。うん。佐藤沙ちゃんから、プレゼントもらったんだよ。ね。それも紹介していきます、ちょっと。来るか、あと18人来るか とある配信者が事故。その人の名前はなんと。なんとこの方です。えー、なんで事故かっていうと、えー、弁助太郎さんのツイートから、えー、まあ、こういうのなね、部分で事故ったんじゃないかっていうふうに言われてます。はい。えー、弁助太郎。 これが死んだのが、えー、不安主の天然ストレートじゃないかってハト来たんだけど、マジですかねと。えー、線路から飛び降りか、走行中のトラックと衝突したお男性が死亡。東京立川市。一応天然さんの住んでる、東京の住んでる家が立川市っていうふうに言われています。で、天然ちゃんが2日間配信やってません。で、昨日イベント最終日だったのかなちょっと、天然ちゃん出てなかったと思うんだけど、 その部分に関しては、まあ、不明なんだけど、まあ、2日間配信で、ね、やっていないと。あんだけ配信をやっているジャンキーなのに。<laughs> なので、天然ちゃんどうしたの捕まったのそれとも事故にあったのっていうふうに推測されてます。はい。ええー。で、これがなんで、まあ、弁嬢さんがこういうふうにやったか。立川市という関連で紐付けてやっていると。で、いじさんもね、こんなツイートしてましたね。えっ、ー、とですね。 おい、かし嘘だろってうことで、ね。えー、線路から飛び降りか、走行中のトラックと、えー、衝突した男性が死亡、東京立川した。ということでね、まあ、天然ちゃんが2日間配信やらない部分で、立川で起きた事件を、天然ちゃんの、まあ、人間を結ぶつけて、まあ、死んだことになっています。はい。ですが、皆さんこの先、実は、昨日、今日ね、香川さんが報告していたんですけど、 生きているかもしれないと。えー、これは天然ちゃんじゃないっていう可能性が出てきました。今日ね、香川さんの放送を見ていたら、えっ、ー、と、なんとですね、えー、香川さんリスナーさんかな。えー、まあ、心配になったリスナーさんが、インスタの方で DM を送ったそうです。天然ストレートさんに。画像付きでね。はい。そしたら、既読がついたということで、 生きている可能性が高くなったということですね。なので、死んではないかもしれません。はい。インスタの DM の方で、まあき、既読はついたらしいから。<laughs>